今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は京都市場の木屋町にある、バラミーという、タイ料理屋さんです。この日はすごい晴れてたので、表の、なんていうんやろ、外に出ている椅子とに座って食べております。なんかね、このヤム温泉、エビの海鮮サラダですね。これがもう食べたくてしょうがなくてですね、行ってきたんですけど、これタイ料理の中で一番好きなの何って言われると、僕ヤム温泉なんですよね。ここは美味しいです。まあ春雨サラダか、ちょっと酸っぱくてですね、で昼間からちょっとビールをちょっといただいておりますが、これはタイの、ビールですね。シンハービールってやつです。でこれエビチャーハンでございます。エビの、エビチャーハンは割と普通に日本と変わらない味なんですけども、これもね、なんかエビチャーハンって魅力的じゃないですか。なんかなんでやろう、僕なんかチャーシューのチャーハンよりエビチャーハンの方がなんかこう好きではあるんですよね。プリッとしたエビが入ってるのがちょっと非常に大好き でこのエビチャーハンとヤム温泉の取り合わせがもうちょっとなかなか素晴らしいなと。これと一緒にこう食べるとですね、もう最高にうまいですね。ヤム温泉とご飯っていう取り合わせもよくやってたんですけども、これヤム温泉とチャーハンはちょっとなかなか、何だっけ、普通のご飯と合わせるよりもやっぱり相当美味しくなるなと。パクチー皆さんどうですかね。僕は大好きなんですけれども、ちょっとまだですね、食べようと思って、春雨サラダちゃう、生春巻きを言いました。まあこのね、僕甘いやつがいまいちそんなに好きじゃないので、いつもこれナンプラーとか、あと酢ですね、ナンプラーとお酢を混ぜたやつをいただくんですが、まあ一応甘いやつもつけて食べてますが、ああやっぱりこういう感じねと、思いながら、ナンプラーと酢に変えております。でこれがラープヌーっていう、豚肉のサラダって書いてあるんですけど、もうサラダじゃなくてもほぼ、おかずなんですけどね。ラープヌーと、ジャスミン米も素晴らしいんですけども、ちょっとさすがにだいぶお腹にいっぱいになって、ライスは頼んでおらず、ラープヌーと、ビール飲んでおりました。サラダって書いてあるのはやっぱあれなのかな、ちょっと酸っぱ辛いんですよね、これも。で、この酸っぱいのがサラダに、なっている感じになるのかな。もうほとんどひき肉ですけどね、というところで美味しかったです。バラミンさんでございました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしておりますので、ぜひご覧くださいませ。本日ご覧いただきありがとうございました。何やったっけ、もうこの頃ちょっとね、朝今も5時過ぎなんですけれども、なかなか間に合わずギリギリに、制作してアップしております。なのでね、もう寝起きの声で申し訳ございません。ではまた明日。